一気にペースアップしました。後ろからかましてきたのが3番の竹内です。2番の木暮は中段の立ち回り、5番の松岡隆久が9番佐藤慎太郎のところで絡んでいます。ここで絡んでいる5番の松岡隆久、9番佐藤慎太郎ともみ合っている。前は3番竹内が完全にペースを作り出しています。残りは1周です。4番手を取った2番の木暮、その背後に9番佐藤慎太郎、しっかりと番手を守る。2コーナーからバックストレッチに入って、2番手から7番松岡健介が車間を開けている。2番の木暮まくっていくんですが、まず1車上がって4コーナーから最後の直線、3番の竹内、7番松岡健介、追い込んで並んでいます。外には木暮。初手中段にいた7番天田が今は前です。後ろ攻めだった6番山本、4番手のうち、そして前受け3番松坂も巻き返していく。しかしその3番松坂を地元勢が出させません。7番天田が残り2周半前からの先行となっていくんでしょうか。3番の松坂4番手に入り直す。6番の山本は7番手の位置でレースは残り1周切っています。7番天田が逃げています。その後ろ同じく地元1番の小林、さあまくっていく6番山本に対して、4番手から先まくりは3番の松坂がまくっていく。1番の小林懸命のブロック、これを乗り越えていく。3番の松坂、1番の小林、もつれもあった、3人落車、いや4人落車、最後の直線小林、しかし外から3番松坂、3番手9番望月。直線に戻ってきまして、青番標識過ぎから一気に出てきましたのは9番の根田。その根田がそのまま先行していくんでしょうか。前受けだった1番川村、まだ8番手金を迎えていきます。およそ1周この状況続いています。前は9番の根田、南関東の3人が先制していきそう。4番阿部がいい位置、4番手を取っている。2番の井上6番手、残り1周を切っています。まだ隊列に変化がありません。ようやく1番の川村がまくっていきまして、最後のバックストレッチ、4番の阿部も内を切り込んでいきます。川村のまくり乗り越えていきそう。最後の直線、1番の川村、5番の浅井、この両者のマンツー。3番手で3番松坂英二。